今日リビング夏祭り in サンシャインプール楽しんでいただいてますでしょうか。ここからはアクティブ博多のダンスユニット DVL の歌と踊りで盛り上がってください。さあ、まず聴いていただきますのはダンスナンバーとジャンプエンドストンプです。5月に CD を出したばかりです。どうぞ。
体を動かしてくれたお友達もいたようですが、じゃあまずはメンバー紹介をお願いします。はい、こんにちは、みやりです。よろしくお願いします。こんにちは、ゆみです。よろしくお願いします。こんにちは、えみりです。よろしくお願いします。こんにちは、ななです。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、こんなにね、激しく踊って歌う DVL のメンバーですが、活動は音楽だけではありません。じゃあその活動の一部を代表して、紹介したいと思います。じゃあ2人は歌の準備にかかってもらって、あゆみちゃんとみやりちゃん、はい、いいでしょうか。はい、さあ、DVL はそれぞれメンバー一人一人がタレントとして活動していますので、 CM に出たりとか舞台に出たりはしているんですけれども、田中ゆみちゃん、はい、最近すごいことをやってくれたよね。はい、皆さん、ピチルモンという雑誌はご存知でしょうか。小中学生にはかなり人気のある雑誌なんですけれども、この雑誌のモデルオーディションが先日行われまして、なんと全国4500人の中から見事我がアクティブ博多の田中由美がグランプリに選ばれました。ありがとうございます。さあ、どうだった、選ばれてみて。すごい、本当に自分でいいのっていう感じがして、すごくびっくりしちゃって、本当嬉しかったです。あのね、はい、嬉しいよね。今は福岡と東京を行き来して。そうです。はい、どんな撮影をしてますか。そうですね、今月号はもう発売されたんですが、中で着ている洋服とかは今流行りのサーフ系とか、あとサロペットなどいろいろ撮影させていただいています。ぜひ見てください。はい、ぜひ見てください。こちらが今発売されている分ですかね。ピチレモン、最初に登場した時の分かな。中にちゃんと田中あゆみちゃん乗ってます。結構可愛い笑顔で。可愛い笑顔。本当にどこにでもある雑誌なので、ぜひご覧いただいてですね、彼女の奮闘ぶりを応援していただければなと思います。はい、みんなのファッションリーダーで頑張ってください。はい。さあ、一方、みやりちゃんの方は舞台に出るんだよね。はい、はい、そうです。8月9日にですね、折り鶴の少女貞子というとっても感動する戦争の時のお話なんですけど、すごい感動する、朗読劇をやらさせてもらいます。はい、戦争がテーマっていうと難しいね。そうですね、結構そういう暗いっていうか、こういう役は初めてなんですけど、一生懸命頑張りたいと思いますので、はい。さあ、8月の9日アクロス福岡の1階、円形ホールで彼女の折り鶴の少女貞子という広島の折り鶴の少女のですね、話を上演します。本当に平和を考えるいいきっかけになればなと思いますので、ご家族で見に来ていただければと思います。はい、よろしくお願いします。ぜひ見に来てください。お問い合わせはアクティブ博多までお願いします。お願いします。さあ、続いても曲を聴いていただこうと思います。2人も頑張って歌いますか。はい、はい、じゃあまず、君だけのストーリー、そして、お母さんの応援歌、ママのニューバック、続けて聴いていただきます。準備は大丈夫ですか。じゃあ、君だけのストーリー、ママのニューバック続けてどうぞ。
しいのは給料日とか知らぬは亭主ばかりなりみたいな現実的な歌詞にもなってるんですよ。可愛く歌ってますけどね。さあここからは少しゲームをして会場の皆さんと楽しみたいなと思っております。準備ができたら登場してください。さあゲームなんですけれども、参加していただいた方には DVL の CD をプレゼントさせていただくチャンスがありますので、ぜひ皆さん参加してください。さあゲームについて簡単に説明させていただきます。 CD を持って出てきてくれました。まず、ここにいるメンバーがあるキーワードを発表します。もしそのキーワードが自分に当てはまるなと思ったお客様は大きく手を挙げてください。もしその該当されるお客様が3人以下だった場合、該当のお客様にこちらの DVL の5月に出たばかりの CD をプレゼントさせていただきます。じゃあもし逆に該当のお客様が4人以上だった場合、もしくは該当のお客様が1人もいなくて0だった場合、発表したキーワードを発表したメンバーには罰ゲームとして一発芸か一発ギャグを披露してもらいます。はいはい、騒がない騒がない、聞いてないよね、聞いてないよね、言ってないもん。今決めました。やっぱりこう罰ゲームがないとゲームは楽しくないので、って言いながらもね、もうみんなに素顔を知ってもらわないといけないですから、思い切ってやってください。さあ時間がないので、早速あゆみちゃん、キーワード発表をお願いします。はい、じゃあ今日ここのプールで監視員さんに怒られちゃった人。今日プールで監視員に怒られた人いますか？いますか？あ、結構みんないい子で泳いでる。あ、2人取れた、取れた、取れた、取れた。今日監視員に怒られた方1人でいいですか？じゃあすいません、CD を前に取りに来てもらっていいですか？じゃあ2人一緒に、ありがとうございます。じゃあ CD もう2枚兄弟ですか？あ、兄弟なんですね。じゃあ1枚プレゼントさせていただきます。どうぞ聴いてください。ありがとう、ありがとうございます。いやーよかったね、あゆみちゃん、はい、罰ゲームを逃れられて。私はね、ちょっと罰ゲーム見たかったけど。さあ、1人目が成功しましたが、2人目みやりちゃん、はい、大丈夫ですか？はい、頑張れ。じゃあキーワード発表してください。じゃあ私は杏仁豆腐が大好きなんですけど、今日の朝杏仁豆腐を食べてきた人いませんか？いないでしょ。杏仁豆腐を朝から食べてきた方、食べてきた人いませんか？いや、みやりちゃん必死ですが、残念ながら0です。頑張れ。じゃあごめんなさい、はい、罰ゲームいいですか？はい。一発ゲーム、一発ギャグどっちいきましょうか？じゃあモノマネを。あ、モノマネを。じゃあ一発ゲームですね。はい、誰のモノマネしますか？クッキーモンスターをします。モンスター。じゃあみやりちゃんでクッキーモンスターです。どうぞ。クッキーモンスターか、これは。それクッキーモンスター？はい、クッキーモンスター。あ、そう。モンスターという感じはね、伝わったかなと思いますが、失笑という感じになってます。まだまだ引かないでくださいね、プレゼントありますんで。じゃあすいません、あゆみちゃんとみやりちゃんは次の歌の準備があるので、ここでまず次の準備にかかってください。はい、落ち込むなよ。どうしよう。まあ、ちょっと落ち込み気味のみやりちゃんは、早く忘れてもらって。次、なつきちゃん、はい、キーワードいいですか？はい、はい、お願いします。今日このサンシャインプールに初めて来た人。初めて来た人。ああ、1、2、3、4、5。ゲームのルール、3人以下該当者の場合に CD プレゼントをさせていただくということだったので、
4人以上いらっしゃいますので、ここで罰ゲームをお願いします。あ、どっちにしますか？一発芸、一発ギャグ。やっぱりモノマネで。モノマネで。強いね、今失敗したばっかりなのに。大丈夫かな？できないかもしれないですけど。じゃあ誰のモノマネしますか？うちのお母さんのマネをします。わかりにくい。でもまあどんなお母さんかね、見せてもらいましょう。なつきちゃんで、なつきちゃんのお母さんです。なつき、こっち来なさい。怖っ。お母さん怖っ。ハンニャみたいな顔して襲ってきますよ。ハンニャって。いやちょっとどんなお母さんかっていうのがもうすぐ想像できました。ありがとうございます。今日お母さん来てないよね？来てないです。来てないね、よかったね、来てなくて。怖かったね。さあ最後ですが、エミリちゃん。はい、ですね、皆さん、はい、水着を着ていらっしゃると思うんですけど、昨日このサンシャインプールに来るために水着を買った人。昨日サンシャインプールに来るために水着買った人。3人ですか？セーフですか？セーフですか？セーフですか？3人だったらセーフです。あ、よし。ちょっと水着買った人3人。じゃあすいません、 CD を取りに来ていただけますか？あ、みんなじゃあおニューの水着で来てくれたんですね。ありがとうございます。あ、すごい、いちごの水着かわいい。はい、ありがとうございます。でも同じ、1問目が同じだったんですね、1人はね。ありがとうございます。 CD プレゼントさせていただきました。よかったね、エミリちゃん。さっきね、あんなにかっこよく踊っといてね、なんかここで失敗するのもね。さあ、じゃあなつきちゃんとエミリちゃん、次の曲の準備にかかってください。はい、はい。ということで、ゲーム CD プレゼントさせていただきましたが、楽しんでいただけましたでしょうか？ CD はアクティブ博多のホームページにね、アクセスしていただければ詳しくご紹介させていただいてますので、興味のある方はぜひお願いします。さあ、続いても曲を聴いていただきます。ここからはガラッと雰囲気をかけて変えて、しっとりした曲、真夜中な日記と背景親父様、2曲続けて聴いてください。すみません、今ちょっとみやりちゃんとあゆみちゃん、真夜中の日記歌っていただくんですが、かなりみやりちゃんが罰ゲームの失敗で落ち込んでいるらしく、着替えが間に合わないということで。ちょっとですね、残念なことですが、もうちょっと待っていただけますでしょうか。さあ、アクティブ博多の DVL、 いろんなイベントに参加させていただいております。七熊線の開通イベントとか、あとドンペグにも参加してますので、もしかしたらもう見たことあるなという方もいらっしゃるかもしれません。これからもね、いろんなイベントに参加させていただく予定です。あと一人一人がタレントとして活動してますので、 CM とかでもしかしたら顔をね、見たことあるなという子がいるかもしれません。ぜひね、もう一人一人本当に頑張ってますので、応援していただければと思います。もうちょっと準備にかかりそうかな。さあ CD なんですけれども、5月に出したばかりの CD は、今日ご紹介させていただいた曲が入っています。アクティブ博多のホームページ検索していただければ、すぐ、ご紹介させていただいてますので、ぜひ興味のある方はアクセスお願いします。さあ準備ができたようなので、曲に行きたいと思います。まず、真夜中の日記、そして背景親父様、続けて聴いてください。ページが
ぜひ興味を持った方はですね、アクセスしていただきたいなと思います。